私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。システム時間23時47分15秒。時間通りだ、カフカ。エリオが見る未来に間違いはないわ。さっきの爆発は何かしら？あれも彼の脚本に含まれているの？システム時間23時44分59秒。爆発による衝撃波でメイン制御システムの大部分がダウンと書いてある。君がやったの？反物質レギオンがやった。やつらはシステムにおける2時間前に宇宙ステーションに侵入した。私たちはレギオンと交戦するかしら。わからない。エリオは何も言ってない。重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね。今日の任務はすごく退屈なの。ただ目標を入れるだけだから。でも楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だってエリオの脚本にないものを
どうだっていいもの。呼吸するその感覚覚えておいて。タイミングが悪かったようね。
出レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、週末獣も一匹来てるから。やがて過ぎ去る。お別れの時間よ。始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カフカ。もういいじゃない。で、さっきのはどこにあったの、銀狼。座標は適当に決めた。こだわりはない。あのボイドレンジャーの行く先が気になるの。全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。から何を見てるの？そんなに面白いのかしら。私にも見せてちょうだい。ヘルタのおもちゃ。宇宙ステーションに収集してある器物のリスト。極
興味深いものがたくさんある。例えば？この銃は照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？私はかなり知りたい。そう、じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら？左の扉の奥の通路を進むと、何らかの器物が置かれた部屋がある。性格はそこにあるの？それが性格がどこにあるか教えてくれる。役に立たない刑事ね。知恵の従者たちは何を考えているのやら。これはヘルターかしら。うん、若いのね。前琥珀期の時点ですでに有名だったわよね。もう100歳は超えてるんじゃないかしら。彼女は天才クラブのメンバーだ。その上知恵のヌースの司令でもある。不老不死なんて造作もないんじゃない？私の記憶によれば、クラブの歴史に名を残した80数名のうち大半は天寿を全うしてたけど、
そういえば数日しか生きることができなかったやつもいたわよね。名前覚えてる？さあ、でも珍しいことでもない。ゲームに登場する化け物なんかも不老不死とか言ってすぐ主人公にやられてるし、長生きがいいこととは限らないでしょ。長生きがいいこととは限らないなんて、同盟のことを言ってるの？ヘルタ、君は会ったことある？宇宙ステーションに自分の名前をつけるなんて、センスがいいのか悪いのか。本物は会ったことないけど、肖像画なら何度か見た。残念。宇宙ステーションの中心エリアだ。反物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。そう。タイミングが悪かったよね。私を楽しませてくれるんや。ちゃんと立ちなさい。バトル体験を改善しないと。このスピードで遅すぎる。
止まって、前に何かいるわ。どうやら待ち伏せされていたのは私たちみたい。でも残念なことに囲まれたのは彼らね。にかかるなんてね。その感覚覚えておいて。今度は私を楽しませてくれる？ガツンと来るやつで行こう。体験を改善しないと。このスピードで？遅すぎる。素晴らしい時はやがてすぐ。お別れの時間よ。チェックメイト。誰もいないわ。ちゃんと避難したのね。ヘルタが自ら指示したのかしら。訪問ログを見るとこの女は半年間ここに来ていない。避難作業は彼女の代理アスターという人が指揮したみたい。聞いたことない名前ね。あ、確かエリオは私たちがヘルタに会うことはないって言っていたわ。ということは本当にここにはいないみたいね。性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。つまり彼の見た未来で。私たちは物理的な移動手段で性格を見つけるわけじゃない。この宇宙ステーションには信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物があってもおかしくはない。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。でずっとリストを見てるけど手がかりは見つけたのよね。必要な手がかりは全て揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。分かったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。
部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。あら、この端末メモリーがなくなってる。ここは監視室。データを削除して逃げたんだと思う。よくあること。宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど、性格は見当たらないわね。あったとしても罠のはず。ヘルタの収集しているものが見えるところに置いてあるわけがない。探してても効率が悪い。もうこっちに来て。で、どうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。つまり影響を受けなかったところがターゲットってわけね。シンプルだけど効果はある。ほら、見つけた。これは奇物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくするけど、他の物体が目立たなくなった途端その姿は浮き彫りになる。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ。
また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、こんなところで倒れるなんてことないから。天才クラブのメンバーってところかしら。性格はすぐそこだ。急ごう。独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。媒体の準備ができた。あなたが決めて。ヘリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。ヘリオはこの選択を下すのはあなたでないといけないとも言っていた。どうしたの？ぼっとして手放したくない？そうね、今までずっと性格を奪ってきたけど送り出すのは初めてだから。長く考えすぎ、
家を出る前から考えておくべきだ。急かさないで。これはとっても重要な選択なのよ。彼女に新しい名前をつける？そうね。分かった。私が代わりに選ぼう。そうだ、そうしよう。銀狼、忘れたの？選択を下すのは媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオはこの選択を下すのはあなたでないといけないとも言っていた。どうしたの？ぼっとして手放したくない？そうね。今までずっと性格を奪ってきたけど、送り出すのは初めてだから。媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオはこの選択を下すのはあなたでないと。彼女に新しい名前をつける？そうね。どうしたの？ぼっとして手放したくない？そうね。これでいいわ。どれぐらい記憶が残ってるの？彼女、少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。ここ宇宙ステーションだけど、大して重要じゃないわ。聞いて。今とても混乱しているわよね。自分が誰で、なぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。私を知っている気がするけど、信用していいかわからない。